もう見事に元の体重プラスアルファ3キロ5キロぐらいになってます。はい、なので皆さんご安心ください。こんにちは、不倫解決カウンセラーの川村です。はい、今日はですね、夫の不倫で激痩せで不安、チャンスだぜっていう動画を作っていきたいと思います。なんかね、チャンスだぜってこうなんか力込めて言うことでもないと思うんだけども、でもね、やっぱりね、あまりにも多いんですよ。私もやっぱりこの9年間の中で5500万、ほんと6000件ですね、6000件ぐらいのカウンセリングをしてきた中で、8割9割方の方が旦那様の不倫が分かってから、だいたい体重が分かって発覚してから3ヶ月の間に5キロから10キロぐらい落ちる方が多いんですね。で、こうやって私もなんか偉そうにね、夫の不倫なんかさとか、もう大したことねえぜみたいなこと言ってるけども、でもこういう私でもやっぱり3ヶ月ぐらいで確か7キロぐらい落ちたんですよ。で、もともと私細かったんですね。細かった、今がデブってわけじゃないですよ。細かったんだけども、やっぱ一番苦しい時っていうのは7キロぐらい、もうご飯を見ても全然美味しそうに見えないんですよ。で、ちょっと一口食べてもなんかお腹いっぱいで、なんかもういいかなみたいにして食べれないとかいう時がありました。で、今でさえね、こう何にしても痩せないと大きなお世話やけど、何にしても痩せないんですねってなったけども、でも昔はやっぱりそうやって自分が痩せていくってことに対してものすごく不安と恐怖を感じてました。で、今もね、多分この動画を見てくださっている方っていうのは、夜寝れないとか、食事が取れないとか、あと体が重いとか、意欲が湧かないとかありますよね。うん、たくさんあると思います。で、そういう方たちに向けて私は今日の動画をね、痩せるっていうことはそんなにしんどい話ではなく、期間限定の、まあ言ったらこの体がね、今までの、この安定したものが崩れ落ちたわけですから、ちょっとこう対応できてないだけであって大丈夫だよっていうことをお伝えしたくて、この動画を作ってます。大丈夫だよっていうのと、今しか痩せれないよっていうのを経験上ね、経験上を今しか痩せられないよ。まあ私だけの経験だったら、それ川村さんだけの経験でしょって、川村さん年だからさ、更年期太りやったんでしょとか思われるかもしれないけども、でもね、私だけではなく、私が関わってきたクライアント様たちも皆さん最初ね、同じように言ってたんですよ。私ほんとこんな、私ほんとかわいそうなんですよって、こう、もう何したって痩せれないんですって、夜も寝れないんですって、吐いてしまったんですとか言われるんですけど、私はいつも、あ、大丈夫大丈夫、今以上に、元の体重以上に体重が増えるから大丈夫、今だけ痩せてると思っててっていつも言ってたんですね。で、その方たちも、まあ、見事にですよ、夫婦関係を修復した、もしくはまあ離婚したっていう選択の方もいらっしゃったんですけども、もう見事に元の体重プラスアルファ3キロ5キロぐらいになってます。はい、なので皆さんご安心ください。とは言ってもですよ、でもやっぱり食事が美味しくないとか、なんか出口が見えない、私こうどんどん、まあ体重、毎朝見るたんびに体重がゴン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 落ちていくと、やっぱりちょっとこう心はメンタル的にね、不安になってきますよね。なので今日は今日痩せてる自分に対しての心の持ち方をガラリと変えるような、そういう心が前向きになるような動画を作りたいと思って、今日私いろいろね、シナリオを考えてきましたので最後まで見てくださいね。うん、でね、そもそものお話、なぜ激痩せした時に落ち込んでしまうのかっていう問題なんですよね。で、それはね、まあ理由から言うと、まあ、結論から言うと、激痩せイコールかわいそうな人っていう思い込み、前提があるから激痩せした、なんかあの人太ってたのになんかガリガリになったねとかいうふうに思ってしまうと、あの人なんかあったのかしらねとか思っちゃうじゃないですか。そもそもその前提があるからかわいそうな人って思ってしまうんですね。でもね、考えてみてください。何回も言いますけど、5キロ7キロ10キロ痩せるのにどれだけ、例えばライズアップに行ったらどれだけお金かかんねんっていう話じゃないですか。それを旦那さんの不倫でたった3ヶ月の間に5キロ10キロ落ちるって、これは不倫がチャンスをしか、私はね、もう私はですよ、まあ、今にしてそう思いますけど、当時はそう思えてませんでしたからね。なので通り過ぎてきた私の経験上で、今しか痩せるチャンスないよということを今日はお伝えしていきたいと思います。なので、今激痩せてしまったことに対して思い込みを変えていくことで、心が元気になって
ね、私以上にプラス5キロ10キロになるかもしれませんけども、ということで最後まで見てくださいね。ということで、私がこれまで、9年間で9、6000件弱かな、カウンセリングしてきた中で、最もその激痩せ状態の時に私がお伝えして効果があったという方法をお伝えしますね。捉え方を変える3つの方法ということで、3つ私が用意しています。まず1つ目なんですけども、1つ目はこれからの未来でこれ以上痩せれないっていうことを頭に落とし込んでください。はい、さっきもお伝えしましたけども、今多分この動画を見てくださってる旦那様が不倫をしているっていう年代は30代40代がとても多いんですね。でその30代40代の頃、私も経験しましたよ、になりますけども、やっぱりだんだんと代謝が落ちていくんですよ。もう基礎代謝を含め落ちていきます。でこの代謝が落ちると、昔はね、20代の時は別に夜中にラーメン食べようが、うどん食べようが、白いものは体に良くないとか言われるね、砂糖とかを食べようが、何したってそんなに太らなかったんですよ。だけど30代超えたら少しずつ、え、なんとかこの辺が苦しいなとか、40代超えたら、あれ何このお肉ね、もう50になったらもうなんか、もう取り返しがつかないみたいになってしまうんですね。なのでもう多分ですけども、多分ですよ、ライズアップとかお金をかけること以外ですよ、多分ですけど、あなたが今以上に痩せられるのは、今の旦那様の不倫で痩せてる状態以上に痩せることはないと思ってください。でもう一つの理由が、で、まあ、神様がくれた痩せるための最後のチャンスなのかもっていうふうに思ってくださるといいと思うんですね。まあ、はっきり断言します。これ以上痩せる時は多分がんとかそういう、こう命に関わるような、病気になった時以外は今以上に痩せることはまあありませんから。はい、ということで1つ目は、これからの未来でこれ以上痩せれないということを1つですね。でもう2つ目なんですけども、夫不倫ダイエットと思って意識をするということです。でこれは普通のダイエットでも同じですよね。なんかこう運動してて、例えばお尻に意識を置いてください、はい、お尻にお尻を上げてとか、例えばここの前のこのお肉のところに意識を置いてください、はい、伸ばしてとか、例えばストレッチする時も、ここのお肉プル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 なってるところをここ意識して手を回してくださいとか言うじゃないですか。それと同じで意識を変えるんですよ。これは私は夫の不倫で苦しくて私は痩せてるんではなく、夫不倫ダイエットと思って私は今痩せてる状態なんだということを、これ無理くりでもいいので、最初そういうふうに思うといいと思います。うん、で私もそうやって思ってチェンジしました、考え方をね。旦那さんの不倫せいでって今思ってるけども、でももう本当に多くのクライアント様がおっしゃるんだけど、旦那さんとの関係が安定してきたらなんか太ってきて、であれは旦那の不倫があったからあんだけ痩せられたんだと、あれ以上痩せることなんてまあないから川村さんあの時に戻りたいですとか、で旦那さんの不倫で私は感謝していることがあるとすれば、私がどんなにしても痩せれなかったのが痩せられたっていうことが私の感謝ですねっていう方が多いんですよ。だから痩せてるっていうのをそんなにこうマイナスにとらわれるんじゃなく、これはライズアップに何十万30万40万払わないといけないところを、夫の不倫で私はいとも簡単に痩せられたっていうふうに意識を切り替えるっていうことを、これは最初は意識してください。うん、で痩せてる状態っていうのは、さっき何回も言ってますけども、期間限定です。で皆さんもう例外なく例外なく体重が増えてます。で元の体重プラスアルファ3キロからだいたい5キロぐらいかな、もう多い人は10キロぐらい太ってしまっている方もいらっしゃいますけども、みんな共通して言われるんですけど、川村さん痩せれないです、また旦那さん不倫したら痩せれますかねっていうこともおっしゃるんですよ。でね、これね、これもう一つ、次旦那さんが不倫を同じようにしました、でも今以上に痩せることっていうのはないです、ありません残念ながら心っていうものは一回経験したらそれの耐性がついてますから、それ以上落ち込まないようになってるんですね。なので前以上に痩せるっていうことはありません。なので旦那さんの不倫を期待しないでください
はい、まあ、さっきも言いましたけど、もう一つの共通の言葉、そのクライアント様たちが言われる言葉っていうのは、あの夫の不倫で よかったよね、その良かったこと、まあ、さっきも言いましたね、うん、これだけが私は良かったですっておっしゃられるので、今は多分この私の話を聞いた方っていうのは、それって川村さん私たち流されてるだけじゃないのって思ってるかもしれないけども、そうじゃありません。皆さん同じように私はあれ以上やっちゃったことは生涯に1回しかないっておっしゃいます。はい、多分これは来年の今頃、もしくは再来年の今頃、私のこの動画を見て、川村さんの言ってたことほんまやったわって多分すごく思ってくださると思います。次3つ目で、夫不倫ダイエットで綺麗に痩せるためにということをお伝えしたいと思います。とは言ってもお食事が取れないとか、なんかね、なんか栄養素が取れてないと、やっぱり体の中がこう乾いてくる、栄養がなくなってきてしまうので、例えば髪の毛であったりとか、お肌のツヤであったりとか、あと顔のたるみですよね、っていうのもどんどん出てきてしまいますよね。でそもそもだって激痩せして10キロ単位で、まあ、5キロから10キロで痩せると、今までこうお肉でねパンってなってたものがシュッてつぼむわけですから、やっぱりこうシワとか、私もこうシミ、もうこの前シミのね、あのレーザーってまたできちゃってきちゃったんですよね。またやりますけどね、とかやっぱシミとかもポーって出てくるんですよね。だけどやっぱりどうせ痩せるんだったら、どうせ夫不倫ダイエットを実行するんだったら、綺麗に痩せたいのが私たち女性のね願望じゃないですか。ということで、夫不倫ダイエットと思って痩せるために、この今からお伝えする2、4、5個ですね、5個を実行してもらえると綺麗に痩せれると思います。1つ目、もんと簡単なことです。朝起きたらまずコップ1杯 200cc 以上ですねの、お茶を飲んでください。でお茶を飲むことで体のスイッチっていうのが、まあ、体の全機能のスイッチがピュッて入ります。なので朝コップ1杯のコーヒーじゃないです、緑茶でもないです、お茶を用意しておいてそれを飲み干してください。うん、お茶だからあちちはダメですよ。なんかちょっとこう体の体温と同じぐらいがいいのかな、うん、ということで体のスイッチが入ります。で2つ目は朝は太陽を必ず浴びてください。で、今ね梅雨の時期、これ動画撮ってるのは6月の末なので梅雨時期、今ちょっと暗いんですけども、梅雨時期だからあまりこう太陽出てないと思うんですけども、でも外に出てちょっとこう深呼吸したりとか、ね、よく老人がね老人ですけど家の前でこうなんかこうみたいなこうやってるじゃないですか。うちの私の住むところはとても下町なんで、よくその近くのね公園で老人たちがこうなんか太極拳こういう感じでやってますけども、紫外線を浴びるっていうことは曇りでも紫外線の出てますから、まあ、その紫外線のね日光の紫外線、太陽の光を浴びるっていうことを、これも毎日やってください。でもう3つ目が全く食べれてない時ですね。食べてない時はバナナ黒ごまジュースを作ってください。うん、でこれものすごく栄養があるそうなんですよ。でもともとバナナっていうのはものすごく栄養価の高い、果物だって言われてますよね。でもね、ダイエットをしたい時にバナナをね朝一番食べると血糖値がビュンって上がってしまいますからそういう時はやっぱ、ね、お茶をね一杯飲んでるんでちょっとまあ良くなってきますけども、私はねきゅうりをボリボリ食べるようにしてました。血糖値が急激に上がって急降下しないようにね、うん、今でも食べてますけどね。でそのバナナ黒ごまジュースっていうのがバナナ1本で黒ごまは大さじ1杯で豆乳を、そのジュース分だけ入れてください。豆乳の私は豆乳牛乳飲むの朝から牛乳飲むのはお腹壊しちゃうんで私はね、なので豆乳で飲んでます。なるべくだったら私ちょっとカロリー取りたくないなと今思ってるし、で豆乳の方がイソフラボン、大豆イソフラボンっていうのかな、いうのがやっぱりありますから、豆乳の方が私はいいと思います。で甘さが足りない時、まあバナナ甘いですからそうはないと思うんですけども、あとね、リンゴとレモンと蜂蜜豆乳というのもいいです。私はこれ大好きです。スムージーを購入してやってました。うん、であと梅と、大葉、梅干しをみじん切りにして、それに大葉をみじん切りしたものを入れて、それをでこうご飯を
こうねこうぐちゃぐちゃにしてぐちゃぐちゃっていうか混ぜて、でおにぎりにしておの海苔をペタッと吸い付けて食べる、これもとても体にいいというふうに、ですっきりと食べれるから、あまりこうね食欲がない時ってお肉見たらウエってきたりとかするし、なんか油も食べたくないじゃないですか。もう私もね本当かれこれもうエビフライ昔大好きでエビフライも食べれなくなりましたよ。なんでまあそういう梅と大葉のおにぎりっていうのがやっぱこっちの中がさっぱりして、で食欲も出てくると思いますので、食欲がない時は梅干しっていうのを活用してみるといいかなって思います。でめんどくさい時には、まあ、あのコンビニに売ってるようなあのサラダチキンっていうのがね一番やっぱりもタンパク質も取れていいと思いますので、何せ何かあの胃の中に入れるっていうことを意識するためにこの飲むバナナと黒ごまと豆乳っていうジュースか、あとリンゴと蜂蜜とレモンと豆乳、豆乳入れなくてもいいかな、まあ、リンゴとあの お水でもいいのでね、私小松菜とかも入れますけどもそれでもいいと思います。でお昼は体を疲れさせるということも、これは自分の心の中の循環ですね、循環、この気がねと滞ってしまうんですよ。あのどうしても旦那様の不倫で辛い時っていうのはこうほらここのね なんていうのこの肩甲骨がこう前に出てこんななっちゃうじゃないですか、こんな感じねこんな感じねってなると、やっぱりこの胸にこの辺に気が溜まってしまうので、気を流すために外に出てこう大手を振ってねウォーキングするとかっていう風にして、ウォーキングもねたった30分とかではなく本当に1時間とか2時間とか歩き回る早足でっていう風にして体を疲れさせるっていうことで、夜が寝れるようになるの で夜寝れるようになったら自律神経も整っていきますからね、食欲も出てきます。はい、なんで体を疲れさせるということはこれ意識してください。食事で食欲がない時ってどうしてもじっとしてしまいがちなので、じっとしてしまいがちな時ってやっぱりろくなことを考えませんからね。なので体を動かすっていうことも意識していてください。であと寝る前と朝起きた時に瞑想をするっていうこと、これもねすごく心に心の状態っていうよりも頭の中を空っぽにできることなので、瞑想っていうのは自分の心を健康にしたいとか思考を変えたいとかいう時には瞑想が一番だと私は思います。私もね忙しくしてますけど、今でもね1週間に、そうだな2回か3回ぐらいはね本当に瞑想してます。本当は毎日したいんですけど、なんかちょっと忙しすぎて、その忙しすぎて逆に寝てしまう、瞑想中にって寝てしまうので、なので瞑想っていうのは夜寝る前と朝起きた時、頭がぼーっとしてる時に YouTube でね瞑想音楽っていうのをもう検索するといっぱい出てきますから、それをイヤホンして、私はイヤホンしてます、イヤホンしてこうやってもうして聞いてます。で頭の中を空っぽにする、で空っぽにできない時もあると思うんですよ、いろんな雑念が出てきて、でそういう時は雑念が出てきたなというふうに流してもらいたいと思うんですね。なぜかというと、この雑念について雑念を考えてる私はダメだわというふうに否定してしまうので、雑念ができたらもう流してあげるということが私はおすすめしています。はい、ということで今日は長くなりましたけど、夫の不倫で激痩せで不安チャンスだぜということで、捉え方を変えましょうねということをお伝えしました。で捉え方を変える3つの方法なんですけども、1つ目がこれからの未来でこれ以上痩せれないというふうに思うってこと、2つ目が夫不倫ダイエットと意識するっていうこと、3つ目が夫不倫ダイエットで綺麗に痩せるために食事とか運動とかあと瞑想とかいうことを実践してみるといいですよということをお伝えしました。はい、ということでこの動画では夫の不倫や奥様の不倫からどうやったら夫婦円満家族円満になれるのかなということを中心にお伝えしております。もしよかったらチャンネル登録と、コメントの方よろしくお願いいたします。それではまた。